皆さんこんにちは、ピアニストの金子美宇治です。この度、山形交響楽団のさくらんぼコンサート東京定期公演に出演をさせていただきます。このコンサートは、とはいえに山形の物産展があったり、もしかしたらさくらんぼが抽選で当たったりと、いろんな楽しみがある公演なんですが、今回曲目には、なんと日本ではなかなか生で演奏する機会のないショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番を取り上げさせていただきます。これはピアノが、まあ、ある意味、ね、ピアノ協奏曲なんで主役ではあるんですが、トランペットとの掛け合いもあったりと、すごく楽しい作品ですので、こうご期待いただければというふうに思います。指揮はもう山形交響楽団といえばもちろん飯森典親マエストロです。熱々のコンサートになるんじゃないかなというふうに思います。6月21日木曜日夜7時新宿初台の東京オペラシティコンサートホールで皆様にお会いできるのを楽しみにしております。